おお。おお。危ない。心から火が燃えてる。危ない危ない危ない。あ、そうそう、今日はなんか企画作りました。僕10年の夢を今日叶ってもらいたいと思ってて、計画書書きました。すげえ。ぜひ皆さんご期待で。成功するか失敗するか、これも運命です。え、まさか、あの昨日いたっけ、昨日の優勝者チャンピオン。それでは4組目の志願者の方どうぞ。と会うのは運命です。いやー、今日ガチで行きたいですよ。本当に僕の人生の夢を皆さん一緒に、僕と一緒に叶ってもらいたいです。叶って、あのパソコンあまり使えなくて、手書き手書きじゃ可愛い。でも手書きだ、手書き。でも手書き、日本語書けるんですか。あの、ちょっと汚いですけれど、読み方すごい、すごい、すごい、あのめっちゃすごい。はい、説明していいですか。パソコン使えるけどコピー機も使えるのよ。はい、そんな手先器用な。はい、じゃあ、うん、説明していいですか。はい、あのまずあのマジシャン GO は誰ですかって説明します。僕高校大学時代日本に来まして、大学時代も大学2年生から日本のいろんなマジックバーで働いてまして、本当にあの下積み時代で本当に中国とか日本のほぼマジックバー全部働いてまして、最初はトイレ掃除からお酒作るから、まああの有名なところとか有名なところでどうか名前言わない方がいいですね。まああのまあずっと働いていまして、はい、まあ5年8年ぐらい働いていまして、4年前に自分のあの4年前じゃなくて5年前に自分のマジックバー作りました。あ、もう作ってるんですね。はい、自分のマジックバーやってるんだ。はい、あの新大久保で、はい、マジックバー GO というオープンしまして、そのまんまやってんだ。まんま、そう、2年やってまして、あのコロナがあって2年なってないですよ。1年ちょいだから、あの支援金下りなくて、生々しい話で、支援金前全部赤、あの黒字で、支援金がコロナあって支援金の関係で赤字になってて下りなくて、コロナいつ終わるのかわからなくて下りましたの感じです。じゃあ今はもう見せないんですか。ないです。あ、そうなんだ。そうです。なるほど、コロナか。4年前からたまたまいる、まあ、あの4年前にもテレビ出てまして、たまたま夜更かしという番組バズってました。なんでバズるかわからなくて、テックトークと同じ感じで、なんでかわからないです、バズるですね。はい、わかんない、はい、なんでかわからないけどバズってる、はい、すごい。まあ今テレビは週月3本2本の感じで出てます。すごい、はい、の感じで自己紹介終わりました。はい、はい、次いきます。用途、マジックバーはどういう感じで、どういう人をどういう感じで楽しめるのか、やはり素晴らしい思い出、デート、あと誕生日、あとパーティー、自分のご褒美、あと招待、あともう一個、キャバクラの女の子を行く店なくて焼肉臭くなるから、あのマジックバー火を見るだけで終わるんですよ。楽です。つまり あれですか、そのなくなったバーをもう一度作りたいってことですか。そうです。はいはい、いい感じやね。バーじゃなくて、僕バー名前考えましたんですよ。はいはい、あ、僕名前ゴーだから、あの名前はゴーゴーバー運命で。めっちゃいい。マジックだけ取った運命、ゴーゴーバー、ゴーゴーバーを知ってるの？はい、知ってるの？はい、本当に。あのコロナ前は結構タイ行きました。タイ、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 楽しい思い出少しありました。楽しい思い出少しありましたか。生々しいです。ゴーゴーバー運命だ。めっちゃいいな。ゴーさんが踊るってことで大丈夫ですか。あのパフォーマンスします。パフォーマンスします。
のちなみにあのどういう感じの場所が具体的に絵を描いてました。ちょっと汚いです。はい、はい、大体20坪で、うん、まああの僕はあのとんでもねえですけどね。これ見えますか？これが絵ですよ。はい、あのドアがあって、あの左側はバーあのバーカウンターでテーブルがあって ステージとトイレですね。お客様は正面はあのバーでマジック見れるし、後ろはステージが見れます。ステージ、ステージ何をしてるんですか？ステージをステージマジックします。はい、ステージでステージは見りゃ分かるよ、マジックや。あ、ステージでマジックする。いや、あの最初バーで近くで見せます。そうですね、バーカンでするってことじゃ。ステージないっすね。ステージはもっとすごいもの見せます。じゃあ、何ですか？ゴーゴーバーやろうとしてるんですよ。ゴーゴーバーじゃなくて、あのもっとすごいパフォーマンスします。なるほど、すごいやつ。ゴーゴーバーやろ。夢はセックスしかない。大上がりのマジックします。空中浮遊とか、あー、光とか。でっかいマジックだ。そうです。あの壁を取り抜くとか。え、そんなことできるの？はい。皆さんの予算があれば。これ20坪でできるの？ちょっと勉強ないよね。ちょっと小さいの、あのところですよ、うん、本当にこんな感じのステージで、ね、あの加藤のここの辺だけでできるんだ。できるんです。だって20坪そんなに大きくないですよ。全然ちっちゃい、全然ちっちゃい。はい、いろいろ考えまして、本当ガチの有名です。あのリアルで、でも内装がちょっとあの高いですよ。内装は200万から300万です。いや、でもそんな全然安いもん。あのまあ猪木の時点ですよ。最初から作ったわけじゃないです。猪木、はい、で、まあ、バーカウンターがあっての感じですよ。はいはい、あの200万から300万は基本です。うん、あの何が使うのが、あのプロジェクターです。プロジェクターね。あのいろいろプロジェクター合わせてマジックします。やはり世の中に一番すごいものを作りたいですよ。はいはいはい、ごめんなさい、ちょっと情熱あって面白さないで、ごめんなさい。めちゃくちゃいい。あと煙マシン。スモークマシンね。スモークマシン、あの左と右で、あと泡出すマシン。泡を入れようとしてるな。そうです。ゴーゴーバー。あの音響照明とか、あ、まあそう。あとカーテンのやつとか。はいはいはい。多分200万は300万はギリギリですね。300はかかるんじゃない。まあ500万あったらありがたいですけれど、本当にあのまあそういう感じで、家賃は多分あの SNS とか接着するから、そんなにめちゃめちゃいい場所じゃなくても、少し外れても大丈夫ですよ。ああ、でもマジックバー再建したいですね。希望額500万でも結構納得ですよね。全然、ね、全然妥当だ。さっきの5000万とかでください。実力があるし、実力があるから、ね、確かに確かに。あとなんか多分家賃は30万から40万のところで、30万から40万多分今あの昨日調べまして、うん、多分保証金は8月月で、あとまあの感じで、多分あもう見つけたんですか？まだ見つけてなくて、皆さんのお金によって、あ、大体これぐらいのところで探すってこと。まあ、あの六本木が、銀座が、うん、あの池袋が、横浜が、皆さんのお金によって、企画で決まると。なるほど、生々しいです。運命ですもんね。聞くんですよ。いや、これはシンプルに、っていうか、なんか海外の人が日本に来て頑張ってて、コロナのせいで一回店がなくなってみたいなって、僕らも結構海外に行くから、なんかちょっとシンプルに応援はしたいですよね。確かに、なんかさ、めちゃくちゃかわいそうじゃないですか。じゃあちょっと希望額は聞いておきたいですね。ちゃんとした、終わった後希望額言っていいですか？あ、はいはいはい。あとバーの、仕組み、はい、あの2人体制です。あの人形つぼだから、めっちゃちゃんとしそうだ。はい、そこまで、2人、僕マジシャン、僕です。あとアシスタント人、アシスタントの人はあの音響照明とお酒です。あ、まあ 僕, はいはい、まあ、僕も全部できるんですけれど、でも僕やったらかっこよくないじゃないですか。まあ、あとマジックがね、そう、確かにどっちかっていうとね、減るっすね。まあ一人やってもちょっと自分、あの特にステージの時、音響照明ちゃんとやって、なんか人の一瞬の思い出作りたいですよ。はい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 。あのもしあのシフトを1ヶ月前に出して、もし僕いないの時代役入れるようにします。はい、それでもちゃんとマジックができる。あ、そうです、もちろんです。あ、はいはいはい。僕よりなんか、まあ、ちょっと実力下がってもなんか、はい、代役できる。オッケー、なるほど。はい、あのパフォーマンスないよ。あのどこでも見たことない。でもめちゃめちゃここしか見れないオリジナルの演技します。だからあの例えば壁を取り抜くとか、うん、あの
ステージでめちゃめちゃあの場所に応じて素晴らしい演技します。実際僕を結構オリジナルマジックがあって営業全部できないですよ。なんでかと重いから、あのセッティング大変だから、はい、1回セッティングして3日間使って営業1日しかないですけれど、無理の場合は結構多くて、本当にめちゃめちゃすごいやつで家に結構あるんですよ。すごそう、はい、これさ実際にさステージができたらさ、うん、そうあのそこのステージにさ、ヌマップ踊らせればいいけど、全部ヌマップをよこすの全部に行かせようとしたらさ、ね、でこうさ、どっちの客もこう入ってさ司会も二席んで、そうそうそう、確かに確かに、じゃあマジックバーにヌマップ来たらおかしくなるよめちゃくちゃいいやん、これ定期的にさ、ライブしたい、ライブしたい、ライブ会場がライブ会場が20坪でごちゃごちゃになるんよ、絶対あの、人数は12人しか入れないです。あの僕あのああいうテーブルでちゃんと設計してて12人でちゃんとどこか角度でも見れるんですよ。ああ、だから多すぎたらこう見えなくなっちゃう。そう、あの完全に予約制にしたいです。なるほど。1日何回転するんですか？ま、4回転、これから説明します。あ、ごめんなさい。すごい、ちゃんと考えてるな。一応なんかショーはあの1時間30分です。あのクローズアップ1時間でステージ30分です。うん、あのなんであの、まあ、マジックバーでマジック見るのか、あのマジックやはり目の前で体験したことない人が結構8割9割です。まあ信じてくれないですよ。特に僕一番得意の催眠術、本当に存在します。臭くさいじゃないです。催眠術、独身術、あの心読み取ります。これはテレビとか YouTube とか本当に目の前でじゃないとあのできないし、例えばあの2日前にあの目からあの雨が出てくる、多分鏡こうしてみたら迫力半減されるんですよ。 あれはすごかったよね。あと色々いろいろテレビであの YouTube で放送できないやつです。例えばあのコイン食べてあのサインしたコイン食べてここ切って血だらけでコインが出てくるとか、そんなことできるんですか？そう、多分やったら多分バンされるし。確かに。あとなんかあの目玉が取って握ってなくなってここから出てくるとか、あのそんなことできるの？そんなことできるの？確かに見たことだ。テレビはなんか血出すのはなんかできないみたいな感じで、ルールがあって。めっちゃ見たいわ。めっちゃ見たい。めっちゃ見たいわこれ。ちょっとなんか血入れるのちょっとセッティングがちょっとあって、だから。はい、なるほどね、生々しい。あと、先ほど聞いたのシステムです。これから説明します。最初の3年間から5年間あのお客さん要請の時間でチャージを5,000円、ドリンク1杯プレゼントします。あの1杯以下になったら別料金です。1日4回です。あの5時から7時、7時半から9時半、10時から12時、12時半から、まあ、12時半のお客さんは基本的にお酒飲むのお客さんですよ。僕お客さん、まあ、飲むのお客さんあんまり好きじゃないですけれど、でも、まあ、12時来るの多分シャンパン開けるお客さんだと思うんですよ。ああ、なの一応、僕平均の多分15人で計算してまして、まあ、1回では最大は12人です。15人だったら毎月は240万です。もし最大は48人になったら576万です。あと僕最初の3年から5年は口コミとお客さん要請です。5000円ですけれど、まあ、6年以降、まあ、4年以降、まあ、お客さんの人数によって変わるんですよ。毎年1000円プラスします。例えば6年目は6000円、7000円、まあ、最高は1万円、1人1万円です。なんでかというと、日本の、まあ、マジックバー、僕結構知り合いがいて、一番高いのは1万3000円です。まあ、1万円は、まあ、皆さんに全部予約すれば来てくれると感じですよ。1万円で高いと思う人が結構多くてて、まあ、浅草から今のなんか、ハリー・ポッターのショーは1万5550円です、一番普通の席です、はいはいはい、でも目の前でこの近い距離で1万円はプラスドリンク1杯ですよ。これは
高いが安いが、まあ、人それぞれですけれど、まあ、でも誕生日とかあと誕生日の場合は僕シャンパンとケーキと誕生日プレゼントカードプレゼントします。おお、ちょっと特典がある、はい、特典があるんだ。そうです、ちなみに1万円の場合はもし40毎日フルの場合は、1ヶ月は 1.152 億です。門間の、そうです、書いてまして、1人1万円の場合はちなみにこのはチャージだけのお金です。ドリンクとはお金ないですよ。なるほど。でも僕はドリンクはお客さんにマジック尊敬してて、やはりそんなに酔っ払ったお客さん入らないようにしたい。確かに、それはね、それはめっちゃ大事、めっちゃ大事。深夜帯とかやるとね、やっぱり、ね、確かに深夜帯以外多分お酒飲まないよ、まあ普通のお酒にしてほしいですね。まあチャージだけで 1.152 億毎月です。へえ、それはすごい、はい、の感じです。あと接客、どうやって接客するのか、主に SNS 系です、TikTok、まあ、友達は TikTok、 最近僕 TikTok バンされまして意味不明ですけれど、やばそれやったからじゃないの、これコインペーって あれもうやった後復活してもう一回なんかやったんかい、やったんかい、それ原因はそれや、まあいろいろあってバン、まあ、SNS 系やって、あと口コミはやはり大事です。あ、大事ですね。やはり5000円で多分なんか来てもう一回来てほしいですよ、口コミが大事だと思ってまして、やはり3年5年でいろんな口コミあったら、なんか人が来るかな。あとテレビです。まあ、この3年5年間ちょこちょこ今地味に毎月 2,3 本ぐらい出てまして、え、すごいね、はい。あと近くの、はい、すみません、もうちょっと面白い話した方がいいです。あ、すみません、今日は真剣で大丈夫ですよ。あと近くのレストランと連携して、例えばここご飯終わったらなんかここ来たらなんかキャンペーンとか、もう少なくもしなんか本当にお客さんなければキャッチを使ってとか、あと中国人の不渡客とか、あと、はい、一番分厚い、あと有名人とかと時間ですね、中国人の不渡客、一番金持っとる。あと本当に目標は、まあ、僕焼肉は結構7年待ちの店あるじゃないですか、でもパフォーマンスで7年待ちとか1ヶ月待ちの店ないですよ。なるほど。そういう店を作りたくて、本当に日本でパフォーマンスで結構いろんなすごいパフォーマンスがいて、街でしかできないですよ。街で警察来たらシシってなんかそういう人に場所を提供したいですよ。本当にすごいものを皆さんに見てもらいたいです。らしいね。いや本当7年待ちとか5年待ちとかにしとけばさ、そのネタを変えなくても同じネタでもおおまた見たいってなるもんね。確かに。いやネタはやはり人を見て判断したいです。やはり受ける受けないよちゃんと。例えば今の人数でなんか怖いものは多分受けるでしょう。もし、はい、若い女の子になったらもうちょっと可愛い系のものとか、例えば老人になったらもうちょっとゆっくり喋るとか、もうちょっとなんかノリノリのお兄さんもうちょっとなんか、はいはいはい、テンポ早く喋るとか、はいはいはい、やはり10人見せて多分10回全部違う、同じマジック見ても何回見ても違うようにしたいです。うん、本家にいる気分になってたらっていうのか、なんか一番ちゃんとしとる。ちゃんとしてる。今日いろんな日本人来たけど、一番ちゃんとしとる。レペゼントトラでいいんか。なんだよ。ここが突っ込まず真剣で聞きようよ、みんなが。いや本当になんか目標は、いやすごいよ。なんか大人のディズニーランドにしたいですよ。わあ、いいですね。ハプニングバーじゃなくて、めっちゃ知ってんだ。ゴーゴーバー。名前ゴーゴーバーだ。いやゴーゴーバー運命がめっちゃいいよ。まずゴーゴーバー運命なの。ゴーゴーバー合ってんのか。でもチップとかはね、結構
すごいですね。実力もすごいからやっぱこう。いやそういやしなんかここまで自分の好きなものとか やっとうものに対して真面目なのがよく分かる。ね、これなんかプロや。うん、だからそれってめっちゃかっこいいと思うし、うん、なんか職人本当になんか日本人で言ったらなんか、うん、なんか結構有名なレストランあるじゃないですか、なんか行ってもう一回行きたいみたいな感じで、うん、そういう感じで行きたいですね。ちなみに僕ライブリターンはどんな感じですか。いやこれは、はい、まあ、僕の35歳の時自分でも皆さんお金出さなくて自分でやってもやりたいの目標だから、はいはい、皆さんなんか全然いくら出しても出さなくても大丈夫ですあの本当になんか出したらめちゃめちゃ嬉しいですけれど、出したら一緒にお金稼ぎましょうみたいな感じで、もし出さない場合は一人1円ずつ1万円ずつでなんか応援みたいな感じでも大丈夫です。強気だな。仮に僕らがじゃあお金を出しますって言って出した場合、伊藤さん僕たちに何をお返ししてくれるんですか。まあ、あの全部出すが、少し出すがによって違うんですけれど、多分僕、はい、一番いい場所は六本木で、はい、もし別の場所は多分3、4回転はできないですよ。あ、多分池袋は多分12時過ぎたら人いないですよ。すごいね。知ってるわ。知ってるわ。ちゃんと知ってる。おらんない池袋だ。一番は六本木に作りたいってことですか。六本木が新橋が新橋の8丁目とか、でもあそこの家賃は多分100万超えるです。確かに新橋はあの地方から来た人は新橋に行かないから。あ、確かに確かに確かに。地方から来た人はすごい、多分北海道から旅行に東京に来てるとか、そういう相手にするんだったら新宿とか六本木とかの方がいいと思います。例えば六本木に出したとして、で希望金額が500万かかりますね。希望金額500万にして、じゃあ桑田さんとか500万をオールしたら、僕500万いってました。いや言ってない。もしなんです、はい、だからその500万出した桑田さんたちに対してのリターンは、まあ、5年以内返します、うん、5年以上の場合は純利益 20% マジ、マジ 20%? 5年、あの純利益です。いや、でも 5年は結構長い、まあ、確かにそっか、確かに5年だ。5年はね、500万5年、金額で言うと結局いくら必要なのかって、あの場所によって本当に場所によって。でも20通はねそんなにしないよ、うんうん、でも六本木 新橋になったら多分100万ぐらい超えるじゃないですか。まあまあ内装費がねかかるかもね、このステージっていうのが、うん、そうですね、マジックにかかる、その設備が確かに多分天井も高くないといけないから、確かにちょっと物件が照明3メートルくらい。えっ、おお、まあ、少なくても2メートル普通こんぐらいじゃないですか。まあまあ、うん、まああと希望金額だけ2000万から3000万。なるほど、3000万、はいはい、じゃあ2000万とかで大丈夫ですか。んー、はい、じゃあ別に全然他の金額でも大丈夫ですけど、全然2000万もし、はい、2000万多分六本木で作れると思います。まあ確かに2000万なら六本木作れる。はい、じゃあ2000万で、うん、金額を出す前にせっかくだったらパフォーマンスを見せてもらって、確かに見たい、そのボックスを見たい、見たいよね、せっかく、せっかくなら、せっかくなら見たい。やっぱ俺好きなんよな、めちゃくちゃ好き俺も。じゃあなんか好きって面白いよね、地味に面白いよ、マジックって思えないの、うん、なんかどうぞ調べてください。カメラは何みたいです。だって今日仮にこれで失敗してもクラウドファンディングだから ね。はい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 。全然いけそう。大丈夫ね。はいはいはい。うん、偽物ですね。これは偽物です。なんか最初僕聞いた瞬間にあの令和の虎で聞きました。やっぱ間違えてるよね。すげえ真面目なテンションだから。はい、じゃあ手を出してみます。はいはい。500円と10円です。はい、握ってください。握ってください。100円と10円でしょ。はい、うん、1個取ります。ちょっと緩めてください、うん、ちょっと待ってください。はい、握ってください。10円取りました、はい、だから中は100円、そうだ、あの平和の59年、59年です、うん、手の中何にもない。よく見て、さあこれがえ変わったな、100円だった。ちょっと
手のひらを開いていいですか。どうぞ。なんで、入れ替わってる。はい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 。やはり僕のものを使ったら調べても調べても怪しいなってよく言われるんですよ。じゃあ、あのメガネ、なんか一瞬だけ貸すこと可能ですか。あ、大丈夫です。普通のメガネですか。はい、お脇がしてるメガネなら、せっかくだから皆さんに調べてもいいですか。あ、どうぞどうぞ。まあ、大丈夫ですか。大丈夫ですか。もう、うん、普通に今日脇が疑う余地、脇が普通にかけてきたメガネ。別にこれ前の現場でもかけてたから、うん、普通前の現場でかけた脇のメガネ、うんうん、これから、うん、先ほどまだ早い手でしょって言われるんです、はい、これから超能力です。ガチャガチャにガチャガチャなるしゃるされる。おいおい浮いてる。もう怖いってやつ。何？ちょっと怖いよね。え？自分のメガネ。何もついてないそことか。怖い。何もないよマジで。え？いやマジ何もついてない。何が？わけわからん。ですけど調べてくれます。そのサッとポンポンポン。さっきこれ銀太のポッケから出てきたやつやろこれ。そうそうゼロ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 です。でそれを運命だからって言われたら見てもただのゴムないよ。え、なんでも浮かせるんですか。まあ、あのステージがあれば僕でも空中浮遊で360度やりたいですよ。ちょっと銀太さんじゃ銀太浮かせたらやばい。銀太浮かせたら忘れないよ。さすがに銀太浮かせたら忘れたから。エアドア、今日はまだ何もないですけど、はいはい、すげえ。何回見てよこの人。ありがとうございます。あの生々しいです。生々しいです。え、キャップの上からいるんかった今。さらっとなんかしたけど。はぁ、いやいや。え、どういうこと、どういうこと、どういうこと。わからん。いや、ちゃう、そのさらさらやるけんさ、うん、変な言葉さらさらやる。ちなみに今日目からミンティア出せるっすか。あれはだいぶバズっちゃうよね。そうですか。今日持ってきてないですか。いや、前回違うことやってみたいかな。あ、ね、あ、確かにそうね。確かにそうか。なるほどね。まあ、前回一回失敗してて、もうちょっと。ああ確かに。ああ、やってた。ギンターが最近やった女を当てるみたいなやつ。でも社長いろんな国籍の人とかでやってるから。ああ、じゃあなんか好きな人。あ、奥がすか。どうぞ。ここ見せないでください。読まれるっすよ。読まれるよ。オッケーっす。ちょっと騙した女。いや、もうあの本当の意味で好きでいきますね。ああ、いいです。わかりました。好きな子の名前を書けばいいですか。全然大丈夫です。ちなみに暗証番号持ってる方いらっしゃいますか。携帯の暗証番号。多分みんな携帯の暗証番号あります。じゃあ誰にしますか。社長の仕事でいいですよ。はい、はい、なんロックラメンだって。あれやろ、暗証番号当てられるってこと。やばい。そんなのカードの、じゃあカード ATM の暗証番号6桁です。6桁ですか。はい、書きました。はい、もう一回書いてほしいです。なんで？どこに？もう一回、まあ、違う紙。先ほど書いたのは女の子の名前ですか？はい。OK、そのままで大丈夫です。書きました。書いた。OK。じゃあ。あ、書いてるわ。うん、暗証番号何桁ですか？6桁です。僕の携帯も6桁です。もし僕の携帯と暗示番号全く同じになったら面白くないですか。いや、それはやばい。それはすごい。結構当てる。やばいやろ、数字だったら。いや、
ちょっとでも分かりやすいけど6桁の確かに当てれない当てれない当てれない、それはそう、それはとんでもない確率やけんね。ちなみにこれ僕の携帯です。はい、結構言われる、最後言われるアプリでしょ、適当で押したら開けれるでしょ。ああ適当で押しても開かないです。開かないね、適当で押してください。はいはいはい、あんまり、ね、あんまり触りすぎると普通にロックかかるけん、全然大丈夫けど。じゃあカメラ開かない。開かない。自分の暗証番号自分でプライバシーだから誰でも見せないで、はい、押してほしい。ああなるほどね。はい、それで開いたらってさ、そういうことか。最後の一桁押さないでください。はいはい。皆さん目の前で一緒に開けたいです。なるほどなるほど。なるほどなるほどね。それちゃんと言ったのだわ。怖。僕見せないでください。それ当てたらマジ。どういう運命？意味わからんよ。がガチでやってほしい。それはでも運命。はい。OK。これ最後の携帯です。お客さん何十番号しても普通は僕の携帯とお客さん全く合ったら、うん、運命じゃない。それはそれは裏運命。それは運命。それは初めての運命。衝撃映像だろ。どうぞ押してもいいですか。はい。最後の一桁どうぞ。あ、僕が押します。はい、マジ？もう意味ないやんか。どういう意味かだと、たまたま暗証番号は同じです。だから僕の暗証番号でもお客さんの携帯開けれるはずじゃないですか、うん、やっていいですか。怖い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 。社長の携帯開けるってこと、番号が一緒やけん。あの僕の暗証番号545555言って。うわーやばー。はぁ、ちょっと待ってよ。しかも今さらっと数字言って。確かに。何言って。何言って。俺だからめちゃくちゃ開けられるよ。俺だからめちゃくちゃ開けられるよ。切れんよ、切れんのよ。いろいろ見ちゃいけない。ちょっと種が知りたい。マジマジでわけわからん。マジですごいやん。いやすごいわ。マジシャンじゃないやん。もう携帯の暗証番号の方がすごすぎる。マジやばい。あ、で、クワさん名前書いた。後でしましょう。あー、寝かせるよ。まだ見せてくれるんすか。やっぱおもろいよ。やっちゃすごい。やめてよ。おーちゃーさあ、いや怖い怖い。あの、フォークです。ザワザワするよ。ユリゲラ年がバレるです。冗談もうまいよね。本当に。まあ、曲げようと思えば曲げれる。まあ、力でね。力ではいけるけど。曲げようと思えば曲げれる、うん。はいはいはい。ぐらいの硬さの気持ち。はい。多分、ガッていけば曲がる。はいはい、ガッていけば曲がる。ガッていけば曲がると思う、これ。これ、このまま行ったりしたら、もうやばいし。そうそうそう。はい。どっちが好きですか？好きの方刺してください。でも、僕刺さないでください。ハードに刺したら明日からストーカーになります。やっぱ怖いんだよ。じゃあ俺持ってない方がいいかな。ああ、うん、じゃあこっち使います。こっち持っててください。置くんだ。多分こうしたら多分見えるから。ああ、なるほどなるほど。サインしてくれますか。サイン、あ、僕ペン持ってます。普通のペンはあのサインできないです。はい、あ、生々しいです。あ、そっか、生々しい。生々しくはないから。分からんわ。これをここにかけて。すげーわ、この人のポテンシャル。ここにね、ひらがらでね。マジックってすごいな。マジックがすごいじゃなくて、僕がすごい。あんま見えないけど、世の中に あんまついてないかも。ごめんなさい。あ、ペン、本当に違う世界から来た人前で。これでいいですか。はい、人じゃないでしょ。うん、もしかしたら。ないですね。難しいですね。生々しいです。これ、書けないね。じゃあ、このペン使います。ちょっと、いいね。
はい。はい。消えるんですけど大丈夫です。まあまあ書いてあることが大事だ。うん。すり替えできないように。ああ、はい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 。確かにね。まっすぐなります。ええー！自分のサイエンス。せっかく体験してみましょう。手を出して。はい。あ、桑田さんも曲げるんだ。親指立ってください。桑田さんごと。桑田さんごと背骨ポキッと。親指の爪の部分。いて、ここ、じーっと見てください。じーっと見る。4つの指を力入れてください。はい、もっと力入れてください。うん、もっと力、うん、もっと力入れましょう。1点だけじーっと見てください、うん。力入れてください。入れてる。ここ接着剤、強いノリってイメージ。うん、接着剤ここ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 つけて、うん、接着剤つけて風乾かしたらどうなりますか？風乾かしたら乾いて、そう固まった、ガチガチです。で離れますか？離れないですね。離れた後ガチガチ固まった、そう10倍20倍30倍50倍離れた後ガチガチ固まった。接着剤ここ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 つけて手から固まった、固まったガチガチですね。やばい、手グーしてくれますか？すげえ、鉄の棒グーに入れて手から固まった、固まったガチガチですね。やばい、いや俺ないですね。力をだん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 上がって上がって、喉の辺に上がるようにイメージです。手から上がるように、上がる、上がるように。ちなみに何で名前何したんですか？桑田です。何で喋れるか、喉に水分あるから。水分通ったらどうなりますか？喋りづらくなりますね。これから水分取りますよ。失礼します。喋る？喋れる？喋れる。ああ、ちょっと喋れるよ。喋れる、喋れるんやろ？声出して。喋れる。喋れるってお前。戻しますよ。喋りづらい感じました。喋れなかったね。え？ガチですね。本当か桑田さん。このあとこの洋服でなんとかしてください。曲げれます。曲げる。このガチの、めっちゃ力入っと。このガチの体験をバーって皆さん体験してもらいたいですよ。めっちゃ力入っと。本当に早く解いてよ。あの本当に本当に喋れないですね。うん。もげ取りますよ、水分。水分取ったらどうなります？え？水分取った。喋れない。あ、喋れと。本当に？本当に？それは本当か？本当に？本当に？歌舞伎のノリや。歌舞伎のノリや。やった。歌舞伎や。歌舞伎のノリや。歌舞伎のやつ。いや違う。打ち合わせしてないですね。してない。あと腕なんとかしよう。戻しますよ。口戻しますよ。大丈夫ですよ。あ、戻った戻った。口はそのままそのままでそのままで。え、握手してください。握手。はい。握手して。はい。1,2,3 で手が固まることやりますよ。ギューで逃げて、もっとギューで逃げて、もっとギューで。昨日夜何食べた？昨日固まった。ガチガチです。うん、ガチガチです。わあ、すごいな。帰ってよ。おもちゃにしました。帰ってきた。こういうことをマジックバーで体験してもらいたい。多分カメラ前の皆さん絶対信じてくれないと思うんですよ。帰ってきたからもう。あ、ごめんなさい。うん、でも皆さんこれを皆さん絶対体験、思い出作りたい。思い出。何をしてんだ、何をしてんだ、何をしてんだもう。自分の力で。何してんだ、何してんだ、何してんだ。俺シュートアップやな。曲がってる。え、曲がっとる。ねじりました。え、ねじりました。え？え？気持ち悪い。何で？握力や。いや、握力で？社長の力ですよ。社長の力。この力感じを皆さんを目のバーで体験してもらいたいですよ。やはりカメラ越して多分9割で桜でしょ。打ち合わせ通りでしょ。一切打ち合わせしてないです。これを皆さん目の前で体験してもらいたいですよ。これだけですよ。社長にしてほしいけどね。社長にしてほしい。確かに。社長が一番そういうの信じないんで。社長なんかもう。じゃあもうちょっと面白く。じゃあ戻します。催眠術。じゃあ戻しますねが意味わからんで。僕一番後に先ほどせーの一本曲がります。え？でも一本曲がると寂しい感じるんですよ。せーの。いや、そんな振ったぐらいじゃいかんよ。いかないね。社長の髪の毛がついとるんだって。違うわ。でも戻します。横でもできます。え？やばっ！どういうことそれ？え、なんでそのクニョクニョ行くの？指先の力がありえんじゃないかな。そう、そう、あること忘れまして、ちょっと貸していきます。あること忘れた。僕の目を見てください。先ほど最近セックスした人、名前だ、てか好きな人ね。握手していいですか？僕打ち合わせしてないですね。いや、戻
俺セックスしたことなんて一言も言ってないからね。好きな人だからね。あの本当語弊を生む。やめろ。生々しい。まあまあまあ、本当にやめろよ。一番生々しいのそれが。目を見て。結構読んでる。俳優さん。ちょっとさ。え？女優さん、女優さんごめんなさい。女優さん。女優さん。結構有名？超有名だよ。黒髪で、丸顔で、目を閉じてくれますか？マジでセックスはしねえからやめろよ。目を閉じてくれますか？好きな人だから。会いたい人とかそういうことですよね。ごめんなさい、漢字がなんか、なんか。まあまあまあ、下の名前でもいいんじゃない？よし。ちょっと、こうかな？イメージした、多分これです。言ってくれますか？長澤まさみちゃん。すごい。気持ち悪い。エキングさん。本当や。エク。じゃあエキング。これの当て方教えてくれ。いや本当だよ。すごいって。なんで当たるんだよ。なんでなんマジで。もうちょっとやりましょうか。気持ち悪いマジで。自分でサインしましたんですね。はい。でもフォーク一番危ないのは硬いのはここじゃなくてここです。手を出しますか。ここ火を使って柔らかくします。曲がった、もう曲がりました。フォークじゃなくて。何だって。はぁ？なんで？はぁ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 ？怖いってやつだ。マジで怖い。怖えって。うわ、ライターの方見てくれた。うわ、やばいマジで。実際これ本当のマジックじゃないです。本当のマジックは僕手から生まれません。本当のマジックは皆さん、一つ一つの心から生まれる。せっかく皆さん会えたら嬉しくて、一つ心を作りましょうか。ここ持っててくれますか。はい、両手で。引っ掛けてください。うわ、気持ち悪い。すっごっ。自分のサインですか。ちょっとなくなったんですけど、ごめんなさい。いや、僕はだってね、うん、気持ち悪い。はぁ、信じられんよ。やっぱゴーさんのレベルだ。やっぱちょっとゴーさん、やっぱ。バリクさん、ヒロさん以来のなんか。いや、それよりも俺は全然。みんなのところも90度。あ、いや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 、せっかくだから毎日毎日使えるようなものを作りましょう。これ何ですか、わかりますか？毎日使えるようなものです。あ、指を置くやつ。皆さん、写真撮って。ここに置いて、スタンド、写真立ってる。めっちゃすごい。また5年後、10年後、10年後、繰り返してみたら、素晴らしいの、思い出になります。すごい。僕の思い出じゃなくて、皆さんの思い出、家族の思い出、仲間たちの思い出です。差し上げます。どうも。こうなのじゃないのかなっていうのがないね。もしかしたらこれはちょっとレビューが違う。ライターの方見ときゃよかったね。マジですごいわ。よう分からんわ。見たかった。半袖なのがすごいよね。いや、そう、やっぱ結局半袖なのがすごいじゃん。まあ、やっぱマジシャンってみんな長袖やけど、マジシャンじゃないんすよ。運命です。あの人は本当に力が強い。めっちゃ力強い。なんだライターだから悪いってやつなんだから。全部力でやってた。あの、僕じゃ社長の力ですよ。なんか運命感じるな。そうですよ。本当に、はい、運命ですよ。すごいね。なんかこの追い込んでいくフォーク一つでこんなに追い込まれるって、すごいね。本当に、なんか何喋りたいかだと、本当に人間で固まって喋れなくなるのはカメラで伝わらないですよ。確かに。確かにそうね。さすがにそこは疑ってしまうし、あとなんか目の前で心読まないと多分信じてくれない人、世の中に90人いますから。リアルで打ち合わせしてないです。確かにやらせと思われる。リアル打ち合わせしてないです。し、結局さっきのメモ帳ずっと下向いてここにあったし、マジック中には見れんし、ずっと下向いて、ね、ここにあったし、まあ、あと何より暗証番号はなぜ分かるのっていう。確かに
だってこっちの携帯だけが開くんやったらさ、なんかそういうアプリあんのかなって思うけど、社長の携帯が開くならいいやんか。社長の携帯が仕込みでもなんでもいいし、こっちが開くならおかしいけど。しかもさらっと暗証番号言いよったし。ほんとよ。いや、おもろかったわ。すげえ。すごい。レベルやわ、ほんとに。レベル違うわ。何もないわ、マジで。レベルが違う。じゃあ本題いきます。これを踏まえて、これを踏まえて、希望金額は結局2000万で、どこに出す場所によるですね。多分六本木は2000万ギリギリです。でも新大久保とかでも良さそうだけど別に。じゃあもう親不孝とかに出す。親不孝は。親不孝はやばい。親不孝は20万。親不孝なら30万で出す。不孝から親不孝に出すか。多分もしなんかあのレベルンさん一緒にやってくれた多分宣伝は多分力がすごくて、僕は多分そのテレビ出なくても大丈夫でバーに宣伝できると思うんですよ。多分僕は一番得意のはインスタ動画何もやってなくて、最近なんか友達と一緒にやってて、一番得意のマジックやることです。もし一緒に組んでたら多分影響力すごくて、お客さんが集める力で僕をお客さん満足することができるんですよ。すごい。本当になんかいろんな外国人で日本でここ行きたいみたいな感じでのところを作りたいですね。東京の大人の飛び出し人作りたいですね。だから違うの。違うの。違うの。ただのゴゴバディズニーランドって言ってた。ゴゴバやな。こんだけすげえマジックしといて卑猥な言葉ばっかり言うんじゃないよ。本当にすごいな。リターン。いや、お金はとりあえず返す。ああ、そのくらいうまくいく自信があるけ、もう。もし万が一失敗したら返せないですけれど。はい、でももしレベゼンさんもし接客力があって、僕はマジックに自信あるから、はい、普通に遊び行くわ、はい、てか、なんか逆にじゃあこのリターンとして僕らはいつでも行けるっていうの。全然だってそれはさ、だってめっちゃ人気のやつさ、3ヶ月待ちとかさ、だったらさね、確かに、だけど俺はいつでも行けるって。そうそう、俺らはいつでも行けるやつってさ、そうそう、カッコつけやん。そういうのは全然ね、衝撃のマジックだったからな。いや、すごい。いや、すごかった。でもリアルで、本当にレベゼンさんの力で1日48人って問題ないと思うんですよ。はい、運じゃない、普通に。多分僕は48人満足する力あると思います、うん、夜だけなのが逆にもったいないぐらい。昼でも全然ありそう、逆に昼ならいけるみたいな人いそうやけどね。昼はもしなったら多分まあ結構、まあ、リアルな話、僕結構動物とか出す予定ですよ。動物とかあって結構内装がきれいにしたらなんかデートとか使えそう。確かに確かに。いや、まあ、金魚とか出すで、まあ、鳥とか、うん、インコとか袋とか全部動物とか出す予定です。なるほど。会員制とかでもいけそうな。いや、ね、全然いけそう。いや、でも本当に皆さんに楽しんでもらいたいですよ、うんうんうん、本当になんか日本人なんか夢をなんかいろんな人に夢を与えたいですよ。マジでマジックが好きなんだろうね。いいよね。なんかやっぱ自分がやったこと本当になんかこの店をなんか50年に、うん、はい、じゃあ了解です。社長、あ、もうじゃあ決まりました。皆さん、俺は決まりました。うん、ああ、そうですね。これぐらいかな。いやー、ちょっと悩むな、こればっかりは。いや、でもこれはな、ガチだからね。そうなんだよね。ちょっと出る番組間違えてるね。確かに。いや、すごいわ。いや、でもやっぱおもろいね。何回見ても飽き。やっぱめちゃくちゃ面白い、うん、めちゃくちゃすげえわ。やっぱさっきの控え室で見たやつとかもやばかったね。500円玉がいきなり割れてからあれオイル入れてるだけです。いや、500円の食ってたじゃないですか。はい、あれお腹すいただけですふってして戻ってたよ。ゴーさんのキャラもいいよね、うん、いい。
こうこうこうじゃないって言ってもめっちゃいいキャラ、うん、ぐらいのなんかみんなできるでしょぐらいのスタンスめっちゃいいキャラいいよね、うん、了解です。じゃあいきますか。悩むなぁマジで、これはマジ悩むな。でも本当に無理しないで、多分僕目標で地味にお金貯めて、まあ僕の夢は35歳の時、うん、マジックバー作りたいですよ、うん、もうちょっとなんかテレビ出て影響力あったら、うん、マジ5歳の中国の太客が中国の太客が言っちゃったよ、世界で一番金持っとるんや。いきますか、もう審査の方いきますか。はい、じゃあ審査いいですか。はい、まずは僕から。僕は200万です。これは、うん、もう1個だけです、うん、あまりにもリターンがなさすぎたです。かもう絶対儲かるっていうのは分かるし、お客さん入るし、月に何億売り上げる予定ではある、うん、でもやっぱ初期費用にこんだけお金かかるって言った時にリターンが用意されてないのはプレゼンターとしては弱かった、うん、もうこれに尽きると思うんです。もうリターンがちゃんと用意されてたらもっとお金出した、絶対だって儲かるの見えてるし、500万でも1000万でも出せたけど、ただお金が返ってくるってだけってなったらやっぱりちょっと200万出して200万返ってくる、これって何か。いや200万返っただけじゃなくて、はい、あの5年以内返していて、はい、あと残した毎年毎年純利益の 20% です。え、そうなんですか。そうなんです。返せなかった場合、返せなかった場合5年後以降でしょ。いや違うです。えずっとあのずっと 20% です。ずっと、それは全然聞いてない。いや言ってました。じゃあ返せなかった場合5年後から 20% 返さない場合はもし赤字になったらあの赤字で。なるほどなるほど、はい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 、もしうまくいかなかったらもう完全にあの必ずもし利益あったら必ず5年以内に元値返して、5年以降になったら 毎年純利益の 20% です。なるほど。僕日本語伝えてました、合ってます。いや、いやでも返せなかった場合って言ってた気がする。そこはまあ生配信の方は言ってた気がするな。はい、多分間違えて喋ってたかもしれない、はい、ごめんなさい。はい、あ、でも言ってたよって書いて、言ってた言ってた年後からって言ってた。なるほど。じゃあ俺らが、いやこれ後出しだと思うよ。いやでもコメント欄こんだけ言っとったって言っとんなら普通に俺ら返せなかった場合って言ってたと思うけどな。うん、5年以降だった気がするよね。でも言い間違えたんじゃない、まあ、なんかそこそんな気がするの、まあ、じゃあはい、トルク行きます。はい、じゃあ俺100万、うん、シンプルに俺の財力の限界財力の限界、ここが俺の財力のもう上、限界まで。これは令和の虎に出るべきだった。そうそうそう、レベルの虎は3分の2があんまりお金持ってない、うん、そうはい、というわけで僕も同意見なんですが、多分僕これすれば絶対お金集まると思うんですよ。200万円出すんですけど、あのクラファンかレートラ出てくれれば確かにめっちゃ集まります。てかクラファンとかめっちゃ向いとうと思うし、はい、これ結構本当会員制、さっき誰か言ってたけど、あのそれも結構かなり当てはまると思ってて、あの会員になりたいって思えるけど入れないみたいなぐらいレアリ、なんかブランディングしていった方が、やり方わからなくてですよね。なんか誰が教え、あ、もう全然はい、こういうのみんな得意なんで、本当にネット系があんまりわからなくて、まあ、クラファンまで俺らが作る、うんうん、確かに確かに、今日の動画で見て行きたいって人おるけ、もう予約を作っちゃって、あのまずこの予約表を作って先に、そこは俺ら得意やけ、バーやってみて、でまずその5000円で来たい人、お客さんまず先行で予約を集めて行ったらお金バッて集まると思う。あれはめっちゃ集まると思う。4部でだってさっき言ったら1ヶ月1億とかってなったら1ヶ月分予約が埋まった時点でお店出せる、そのお金そう、それ俺やるよ。本当ありがとうございます、うん、そこまで俺ら得意やね、クラファンは。本当になんか、うん、パソコン苦手で、うん、ハイテクノロジー人間じゃないです、う
中国人ですけれど、こんなことできるのに確かに、うん、これとこれ の, あのギャップが面白いね。絶対クラファーやる方が簡単だから、うん、これやるなら、うん、じゃあちょっとそこまでやりますよ、はいはい、ます。いや絶対に集まるし、絶対見せ出せるし、2000万は集まるんで、じゃ あの、はい、もしオープンしたら招待します。いやお願いします。逆にクラファンがの準備ができたら、もう一回僕たちの番組出てください。ぜひぜひぜひ、はい、その時にあのもう一回やってもらって、ぜひぜひ、いや絶対集まると思います。ぜひぜひ、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。絶対集まるよ、本当に。すごい衝撃だもん。すごかった、うん、予約制で予約を集めたら、もう先に要は店できる前から、店できたら来たい人っていうのを出しちゃえば大丈夫なんで、あっち1年間埋まったらね、そうしたらもうバリ余裕じゃないですか、ね、バリ余裕、本当ですか、はい、はい、そのシステム作ります、はい、僕ら。ありがとうございます、おー、やっぱり絶対は絶対に絶対に絶対に言ってた、あのテレビで出せないのとか、これ YouTube で出せないのみたいな、動物って何、めっちゃそう、めっちゃそう、めっちゃそう、だって500円玉飲み込んでここ切ってちっと500円玉出てきたら重い、うんうん、そんなの見たいです、すごいわ。じゃあありがとうございます、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 ありがとうございます。